皆様こんにちは。気遣いルーシーに出演する山中隆です。子供も大人も楽しめるという趣旨の舞台だったと思うんですけど、僕はその子供たちが客席にいるという状態で舞台をやったことが初めてだったんですけど、幕が開けるまではちょっと不安だったり、こういうことって子供たちは喜んでくれたりするのかとか、つまんないと思っちゃうのかなとか、そういういろんな不安があったんですけど、そうですね、実際舞台が開いたらすごくなんか子供たちも楽しんでくれてるような感じがありまして、すごく劇場がこう一つになったっていうか、温かい空気に包まれてた感じがあって、すごくそのお客さんと出演者となんかみんなで、スタッフさんとみんなで作ったような舞台っていう印象です。で、演出されてる時とか普段は結構穏やかなんですけど、穏やかな顔をしてるんですけど、たまに言うことがえっていう、なんか普通の声で普通のトーンで、僕馬の役だったんですけど、おじいさんの顔、そこで思いっきり顔を舐めてもらっていいですかっていう、舐めるというのは本当に舐めるんですかって言ったら、はい、そうですっていう、そのちょっとえっていうことを真顔で言うっていう、ちょっと怖い人かなっていう印象ですね。子供も大人も本当に一緒になって楽しめるというか、ある種その原作が松尾鈴木さんだということもありまして、なんですか、絵本なんですけど、ちょっと毒があったりとか奇妙だったり、ちょっと気持ち悪いみたいな部分があって、ちょっと毒があるところが面白いところだと思います。それで子供たちにとっては夏休みの奇妙な体験で会ってくれたらいいなっていう、なんか夏休みの体験の感想文の一つとして、こんな変な体験したとかって書いてくれるようになったら、記憶に残る舞台になったら嬉しいなと思っております。気遣いルーシー、どうぞお楽しみに。